高校受験の面接で大切なことを教えてくださいいいよ、えー、高校受験というか全ての面接に対して、えー、分からないことはわからないって言えばいい、うんあのー、コミュニケーションを楽しみに行く場所だからね面接って そう面接は会話を楽しむ場所なんで。はい。自分が用意してきた答えを披露する場ではない。うん。それだけ分かっときゃいい。うん。自分が事前にこういう質問されるだろうな、こういうこと聞かれるだろうなっていうのを用意していって、あのー、その用意していった答えを間違わずに一言一句間違わずに答える場所ではない。そう。面接っていうのは、 えー、会話をしに行く場所。はい。っていうことが分かってれば、面接俺みたいに最強になれる。そう。っていうね。あのー、俺そうだよ。俺面接と名のつくもので人生で一度も落ちたことがない。うん。俺マジで。俺面接まで行って、面接まで行ったもので、俺面接と名のつくもので俺ら、俺落ちたことがない。一回も人生で一度も。ただの一度もない。うん。本当に。そう。っていうね。だから、あのー、 逆よ。あの、面接ってさ、要はコミュニケーション楽しみに行く場所ってのはどういうことかっていうと、あのー、こっちも見てるよっていう話だからね。そりゃそうでしょ。そりゃそうやね。うん。だって、ね、コミュニケーションをとることによって、じゃあ例えばその学校が、こういう先生、ね、面接官の先生がいるわけじゃん。その先生は普段は普通に授業してたりするわけじゃん。 こういう、どういう先生がいる学校なのか。で、どういう先生がフロントに立ってる学校なのか。学校で言ったらね。会社で言ったら、どういう人が働いてる職場なのか。それを、こっちだって見に行ってんねん。でしょこっちだって見に行く。そりゃそう。自分がそこで働くんやから。自分がそこで、ね、弁学に勤しむんだから。こっちだって見に行くんだから。 それを自分がこういう質問があるだろうな、こういうこと聞かれるだろうなで用意していったスクリプト通りのこと喋ってたら、それが頭の中いっぱいで、相手のことこっちは見れないまま終わっちゃうよ。自分がどう見られたかなだけで終わっちゃうよ。そう。それ、コミュニケーションとして正しくないでしょ。でしょそうそう。そういうこと。だからコミュニケーションとして正しいのは、お互いにお互いのことを測りながら喋ってんのよ。 それがコミュニケーションだから。でしょだからそのコミュニケーションっていうところを忘れちゃいけない。マジで。それさえ忘れなければ、あの、面接って楽しいものだよ。<laughs> 俺面接結構好きなんよ。面接されるの。されるのもするのも好きなの。そう。あのー、本当に、何も俺だから何にも用意していかない。そう。あのー、就職面接とか。俺はだからもう20代の時はもう転職しまくってたんだけど、全部俺正社員で転職してるから。そう。 でその時にあのー、俺もあのー、きちんと見に行ってるしそうっていうねだから緊張しなけりゃいいする必要ないやむしろこっちも面接官ぐらいの気持ちでいるんだからマジでそうそうそうっていうねうんだからあのー、こっちも見に行ってるわけで だから、面接なんて緊張するわけやね。楽し、どんな会社かなーつっていいかいい、良さそうな会社かなーってワクワクしながら行くんだから、こっちは。そうそうそう。っていうね。うん。だから、あと嘘つかないことだね。分からないことは分からないっていう。うん。そうそうそう。なんか持ってでも答えなければいけないと思ってた。だって持って答えてさ、まあ、学校の場合はどうか分かんないけど、少なくともさ、 あのー、就職とかの面接はさ、持って行って、じゃあいざ職場で働き始めました。こいつ面接の時にはこれできる、あれできるって言ってたのに、そのくせこいつなんか、実際何もできねえな。なんだこれ嘘だったんかいって思われるで。うん。そう。だから、あのー、わからないことはわからないって言やいいし。 うん、分からないことをなんか無理に、あのー、なんか適当にね、答えるよりもさ、それか、例えばじゃあ俺だったら、俺過去にこういうのやったことあるけど、えっ、ー、と、自分が分からない、えっ、ー、と、質問をされた時に、えっ、ー、と、それちょっとお時間もらっていいですかって。で、あのー、それたまたま俺複数人の面接だったんだけど、えっ、ー、と、僕ちょっと考える時間ください、つって。 で、俺一番最初だったのね一番最初で、その3人ぐらいの面接で、えっ、ー、と、俺一番最初で、もう一回最後にその質問いただいていいですかちょっとこの残りの方が答えてる間に、ちょっと考えさせてください。つって、考えて。で、そのワードが一つだけわかんない、なんかカタカラのワードがあって。<laughs> で、その言葉の意味だけ教えてください。つって。 その言葉の意味だけ教えていただければ、その、ちょっと考える、言葉の意味を教えていただいて、考える時間を少しだけいただければ、えっ、ー、と、自分なりの答えを今考えます。って言って、で、それで最後にもう一回回ってきて、で、それで自分なりに考えた答えをパーって言って、おおいいね。って言われたからね。そう <laughs> そうそうそう。<laughs> いいね。つって。うん。ちょっとあざすっす。つって。そう。だから、そうそう。だから、あのー、 単純にわからないって即答するよりも、あのー、こう、いろいろこう、じゃあその、それに応える姿勢っていうか、その考えようとする姿勢というか、うん、そう。っていうのも大事だったと思う、だったりすると思うし。そうそうそう。っていうね。だから、あのー、リラックスしていきゃさ、それガチガチだったらさ、ね。ガチガチの状態で言ってたら、その答え出せないのよ。 時間くださいも言えないしわかんないワードこのワードがわかんないんでこのワードの意味を教えてくださいって言えないじゃんガチガチだったらそしたらうんガチガチで言ったらうんえー、うんえっ、ー、っつって時間だけロー無駄に使ってさ何も答え出ないですいませんっていう話になっちゃうわけじゃんそうだからそれリラックスしていきゃあのー、そういう別の回答の仕方もあるわけでそうそうっていうねうんだからそう あのー、特に面接なんてさ、面接官の人もさ、暇だと俺思ってんの。もう一個。これもよく言うんだけど、面接官の人もさ、何人も面接してるじゃん。でしょで、それで大体聞く質問も一辺倒で、それが返ってくる答えも大体一辺倒なわけじゃん。だったらまたこの回答かっていうつまんないじゃん。うん。だから、 だから多分ね、あまたこの回答ね、はい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 っってさ、あね飽きるよね、絶対ね。そう。だから、もうそこはもう俺何も用意していかない。で、その場で聞かれたことをそのまま答える。そう。っていうね。うん、そう。そういうこと。